サイフォン TV。 こんにちは、サイフォン TV の萩原です。今日はどこにいるかと言いますと、また宮ヶ瀬ダム、先日に引き続いてまた宮ヶ瀬ダムにやってきました。この間より随分水が減ってる、水位が下がってますね。多分年明けてからあんまりまとまった雨降ってないので、川の水が減っているので、あれですね、結構下流に水をどんどん補給してて、どんどん今水位が下がってる状況なんじゃないかなと思いますが、今日はなんで宮ヶ瀬ダムに来たかというと、普段あんまりそんなに使われることがない放流設備から点検の放流をするということでやってきました。とりあえずね、時間があまりないので早速下流の方に向かいたいと思います。宮ヶ瀬ダムの天板にやってきました。今日はそのなかなか見られない放流設備からの放流っていうことなんだけど、なんかね、プレスリリースを見ていたら、僕いろんなダムとか、国交省とか水機構とか、まあいろんなダムとか河川事務所とかのプレスリリースをまとめてみたりしてるんですけど、毎日のように。宮ヶ瀬ダムのこの相模川水系広域ダム管理事務所のプレスリリースで、なんかね、普段見られないレアな放流が見られますとかっていうプレスリリースが出てて、何のことだろうって思ったら、低位常用洪水堰っていう、放流設備一つだけあるんですよね。で、なんか今日はそこがまあちゃんとこう動作するかどうかっていう点検の放流をするそうなので、それをぜひぜひ、そこからの放流はね、ちょっとまだ見たことがないので、めったに使わないんじゃないかと思うんですよね。ダム自身も、ダム管理場自身も、レアな放流って言ってるので、なのでせっかくの機会なので、見たいなと思って、やってきました。じゃあこのエレベーターで、早速下流に降ります。あ、これだ。ここですね。ここから放流するって言ってる。こんなちゃんと告知するんだな。毎秒100トン。ダム下にやってきました。相変わらずでかいね。あ、今日はインクラインお休みなんだな。なんか平日の午前中の割には結構人がいて、もしかしてみんな見に来たのかな。あ、すごい、なんかこんな告知がちゃんと出てる。ほら、観光放流の3倍以上の放流量ですとか。あ、これは前に放流した時の映像かな。すごい、なんか続々と、本当にみんな見に来たのかな。平日だよ今日。どこがいいかな。この辺かな。やっぱりちょっと真正面よりちょっと斜めの方がいいよね、せっかく見るなら。あ、ちなみにその宮ヶ瀬ダムの放流設備って一番上にあるこれが、非常用洪水設備といって、水門とかはついてなくて、普通に水を乗り越えた分、切り欠きの部分を乗り越えた分が勝手に放流されるっていう非常洪水設備でしょ。で、真ん中についているこの2つの穴が、洪水調節とか観光放流でも使われているいわゆる常用洪水堰というやつで、で今回ね、放流されるのがこれです。一番下についている低位常用洪水堰という放流設備で、ここから放流されるのはね、あんまり多分ないと思うんだよね。どういう時に使われるのか、ちょっと僕もあんまりよくわからないので、後でもしこのダムの職員さんとかを見かけたらちょっと聞いてみようかなと思います。じゃあちょっと放流開始までまだ少し時間があるので、ちょっと準備をして待ちます。結構ね、人来てますね。平日の午前中なんだけど、宮ヶ瀬ダム観光放流もね、平日やるんですけど、で、午前中もやる
ですけど、まあその時も結構ね、どこからともなく人いっぱい集まってくるんだけど、今日は別に観光放流ってわけじゃないけど、これだけ人来てますね。すごい。あ、そして職員さんも徐々に。あれ、あそこにいるのは、あれ、あそこにいるのはあれ、有名な洪水調節マニアの星野雄飛さんじゃないですか何やってるんですか、今日は洪水調節じゃないのに。いやー、洪水巻の点検ですよはい、すげー、すごい続々と人が集まってきてる。もう来た。終わりましたね。終わった。おお、ちょっと水位が上がった。さっきあそこの道路の、昔の道路の跡まで水位、水来てなかったけど、どんぐらいだろう、目測で50センチか1メートルぐらいは水位が上がってるかもしれない。放流もいいけど、放流が終わった後の余韻もいいよね。点検放流無事に、まあ多分無事だと思うんですけど、終わりました。終わってもなんかこうね、
ぼんやり見続けている人たちがいて、いいですね。なんか、いや、ちゃんと止まってよかったって職員の人今隣で言ってましたけど、そう、水門閉めるときってなんかこう、なんか枝が挟まっちゃったりとか、なんかゴミ噛んじゃったり、それからあと水密のゴムが劣化してなかなか水が止まんなかったりとか、いろいろたまにあるみたいなんですけど、ここは今ぴったり止まりましたね。そういうのを確認するのがね、点検放流の意味なので、あの定位常用洪水履きはさっき職員の人に聞いたんですけど、まあ、うん、すごい大雨が降った時、降るとか、これからものすごい台風が来るとか、そういう時にこう急いで水位を下げたいみたいな時に、まあ上だけ、上の高位常用洪水履きも使うんだけど、もっと運用の幅を多分広げるために、急いで水位を下げなきゃいけないような時に使うことがあるかもしれないということみたいで、まあ普段の運用では多分そうそう使うことはないと思うんだけど、まあでもこういう日頃のね、点検は大事かなと思います。やっぱいろんな放流設備がついているダムはいいね。なんか発電用のダムみたいなシンプルなダムもすごいかっこいい、それはそれでかっこいいけど、こういういろんな放流ができるダムっていうのもダムの魅力の一つとしてあるなぁと思います。なんと特別にさっき放流してた定位常用洪水履きを見せてもらえることになったので、ちょっと見せてもらいに行ってきます。すごい迷路みたいになってる。ちゃんと案内用の看板がある。実際に使用した定位常用洪水履き、今ここっていうことですかね。はい、そうですね、はい、今その上に、はい、この下に大きな水門がついている。ゲートのタイプとしては高圧ラジアルゲートです、ね、あれ確かここのラジアルゲートが一番水圧高いんでしたっけ、はいはい、そうですよね、はい、日本のダムで一番、はい、こう水圧のラジアルゲート。ちなみに100トン放流するときって、これ全開で100トンなんですか、それとも全開までいかなくても100トン。いや、今日の水位ですと、はい、あ、そうか、水位によっても違うです、ね、回路が129センチで、はい、100トンになりましたので、はい、今日は129センチ。全開だと何センチになるんですか。全開だと2メートル。2メートル、はい、ああ、じゃあ、はいはいはい、なるほど。全然全開までいかなくても、はい、そうですね。ダム湖が、最低水位ですね、はい、標高206のところで回路全開2メートルで100トン出るということなんで、まあ、最低水位まで、はい、下がることな、はい、ほぼないので、はいはい、じゃあもっと言えば、まあ、満水の時はもっと全然開ける、満水だとおそらく1メートルぐらいで開けると100トンに達するんじゃないかと思います。なるほど、はい、はい、おお、監視カメラが動いてる。これが水門を引き上げる油圧のシリンダー。そうですね、入り口があるので、そちらから全部水圧がこう出ていくんですけど、はい、閉めていくとやっぱり他のところにも圧力が抜けなくなってくるので、上とか横に。これが今放流していた水門の本体です。上から、はい、あ、外が見える。さっきいた橋があそこに。これがすごいな、ごっついな。ここが放流するとものすごい勢いで水が外に流れていくので、空気も一緒に持ってって、ここがこうなんていうか、極端に言うと真空に近くなっていくんですよね。だから外からこの窓から空気を取り込んで、でこの部屋を、この部屋に空気を入れるのと、それからさらにここから空気を吸い込んで、
下にあの空いている、ちょうど今真ん中に空いている丸い穴からここから吸い込んだ空気を出して、で、なんていうか水の流れを整えるっていうんですかね、真空になっていくとこう水の流れが乱れていくのでということなんじゃないかなと思います。あ、でさっきこれがその水門を引き上げる油圧シリンダーで、さっきの上のところに続いていると。はい、というわけで、宮ヶ瀬ダムのレア放流、定位常用洪水ベフからの放流を見てもらいましたが、いかがだったでしょうか。僕はね、初めて見て結構レアな放流だなと当たり前ですけど、まあ普段ね使わない放流設備からの放流ということで、貴重な光景が見れたんじゃないかなと思います。この動画が面白いねと思った方はぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。あと、よろしければチャンネル登録もお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。Thank you.